細川高国は、戦国時代の武将、大名、室町幕府三十一代官僚、摂津国、丹波国、山城国、佐抜国、土佐国主も、細川慶長や十五代当主、細川市一門、野州家の細川真っさ春の子に生まれ、細川市着流当主で、官僚の細川真っさ元の養子となった、室町幕府十一代将軍、 足利義孝より返記を与えられ、高国と名乗った。弟に晴れ国、通世。実子に四季国ほか、養子に宇治綱がいる。矢部正元が暗殺された後の混乱を経て、同じく正元の養子であった淡子し家出身の細川、住本を結果的に排除し、慶長屋の家督を手中にした。住本とは、両細川の乱と呼ばれる構想を長期にわたって、 継続したが、官僚として、幕政の掌握を続けた。ところが、細川氏の権力構造の基礎である、内氏と呼ばれる文国の重臣たちが、慶長屋の構想に伴っておのおの対立し疲弊した。戸様である大内氏を頼ったが、大内勢の帰国後は、支持基盤を構築できず、最終的には、住本の着難、春本に敗れて、自害に追い込まれた。文明年。 細川市一門、安家の細川正春の子として誕生。高国が慶長や当主、細川正元の養子となった明確な時期は、不明であるが、細川清の住元の後に養子になったようで、正元にとっては三番目の養子であった。ただし、その中からわかるように三人の中で最も早く、減腹している。なお、慶長化と、 主要な文家との間で分担して、レンガを読む、細川先駆という儀式について、安請文に関しては、明王六年以降、次第に他国が主導で行われていることから、同年前後に、実分の正春から安請家の家督を譲られて、その際に正元との養子縁組は解消されたとする、説もある。傍賞として、細川氏の内紛を扱った、 不問物語という軍記物の中で、細川元春が高国を慶長屋の後継に押した理由に、高国未若年の日、正元養子の契約と述べたと記されており、正元と高国の養子契約は、元服前の幼少期の頃の話であったと記されている。細川住元像永昇四年六月、正元が住行派の重臣、香西元長や薬師寺長田だらによって殺されると、 8月に、住本は清の討伐の兵を挙げた。この時高には、住本を支持して、同族の細川政剣、細川昌春と共同で討伐に貢献し、住本の家督相続を承認した。ところが、この一連の政変を後期と見た、諏王国の大内義雄は、被護していた流れ久保の前将軍、足利義種を用して、上落軍を発した。 そこで、住本の命令で吉沖との和睦交渉に当たった高国だったが、住本に背いて、吉沖に通じると伊勢国に逃れた。前日の不問物語によれば、細川住本に反発を強める細川はじめもんが、住本に代わって、政権に慶長矢を継がせようとした際に、細川元春がこれに反対して高国が政元の養子だった経緯に加え、 実際の血縁は政権よりも、高国の方が経庁屋に近い、高国の姉婿が畑山久信であるため久信から援軍を得られること、何よりも本人の企量と功績が申し分ないことを理由に、高国を擁立するように主張したと伝えている。栄昇5年に入ると高国は、二期校長、伊丹元、本、佑、内藤貞信らと交往して経営に進行し、住本や将軍、 足利義澄を大見国に追放した。これに対し、5月5日に、高国を慶長や当主であることを承認する吉種のおうち書きが出されている。その後、5月に、摂津で抵抗する、住本川の池田忠政を滅ぼし、芥川信方は、幸福を許すと称して、堺におびき出して暴殺した。そして大内義雄と共に入居し、 足利義種を将軍に復職させ、自らは7月18日に、右京大部、官僚に任せられた。船岡山赤兵衛翔6年、住本の重臣、三好惚長による京都侵攻を受けたものの、大内義沖と協力して退け、逆に大海に侵攻して勝利している。しかし栄翔7年に、大海への再侵攻した際には、住本方を支持する国人の反抗もあって、 海戦を喫し、責任を取って出家しようとしたほどであった。なおも、政権奪還を諦めぬ、住本の構成を許した炎章8年、細川政権や赤松吉村まで加担した住本方による経営の再進行を受ける。そこで一時劣勢に追い込まれて丹波にまで撤退した高国だったが、住本方の要する全将軍。 足利義澄の病死などにも助けられて、8月24日の船岡山合戦に勝利した。栄章12年頃、高国は、住本方の反撃と接支配の強化を目指して、芥川と西宮の郊外に、芥川山城と小清水城を築城して、野瀬頼常と河原林正頼を配置している。栄章15年8月2日、それまで政権を支えてきた、 大内義雄の僧への帰国によって、高国は単独で、政権を運営する。しかし、英正16年、それを後期と見た、阿波の住本、三好これながらの設置進出を許し、またも窮地に立たされる。そして翌英正17年2月、大内軍の不在が響いたのか敗戦して、大見坂本まで退散させられた。そこへ保身を図らんとする将軍、足利義種には、 これを機に住本と内通されてしまう。しかし、5月には、六角市、浅倉市、時市らの支援を仰ぎ、再度挙兵。計、反撃進行した広告生はこれ以上を自害に追い込み、住本を摂津に敗走させ、政権転覆の危機を乗り切ってみせた。同年6月2日には、高国と長年にわたり、対立を続けてきた住本が、阿波で病死すると、 高国を見限って、隅本に乗り換えようとした、将軍、吉種の面目は失われ、敵対者のいなくなった高国は事実上の天下人となった。なお、大内義雄と細川高国には、朝廷よりそれぞれ13位と14位した上位の話があったが、義雄は受諾したものの、高国は辞退して、代わりに将軍の辞典へのおなりを受けている。この後、 高国は味方として、武功も多かった河原林正義らに、無本の権威をかけて殺害。自身の地位を脅かす、恐れのある者の排除に乗り出し、内部の引き締めを図っている。英章18年3月7日には、立場を失った将軍、足利義種が刑を出奔。このため、同月22日に行われた、五ヶ島原天皇の即位の礼は、高国のもとで行われた。 これにより、天皇の信任を失った吉種を排斥して、かつての敵対者であった、吉住の維持である、足利亀尾丸を擁立。将軍不在による、高国政権の存続危機を防いだ。7月6日には、亀尾丸の上落を迎え入れると、大英に改言後の8月29日には、亀尾丸による大志の参賀を行わせた。12月24日に元服して吉春と、 解明した、亀大丸は、翌日将軍に部任された。その後、前将軍、吉種からの侵攻を何度か受けるが、大英3年4月に、吉種も死去したため、高国の勝利に終わった。細川春元足利義春を擁立した高国は、官僚、14位した、武蔵守に任官された。大英五年四月十一日、偵発して、道へと合志。 家督と官僚職を着手の地規国に譲って隠居した。ただし、これは高国が役土師であったために、これを機に息子に家督を譲ろうとしたもので、本人は引退の気持ちを持っているわけではなかった。ところが12月に地規国が没したため、やむなく官僚、細川家当主として復帰する。大英6年7月13日、重帝にあたる細川院権の残言を信じて、 重心の高材元森を暴殺した。しかし、これを知った元森の兄弟に背かれ、丹波で拒兵される。仕方なくこの鎮圧に陰軒を向かわせた者の敗退。そこへ、かつての敵対者であった住本の維持、細川六郎や三好元長にまで泡で拒兵されてしまう。再び機内に進出した阿波勢に丹波勢も加わって膨れ上がった敵対連合軍には、 権力者の道長であっても、効果的な対抗策を施せなかった。着難であった地規国を失った道英には、ジップ、正春が晩年に設けた32歳も年下の弟の晴れ国がいたが、すでに、帽衆家を継ぐことが決まっていた。このため、道英は、帽衆家よりも格上である天宮家から陰軒の子である細川氏綱を養子に迎えることにし、 大英六年十二月二十七日に晴れ国と、宇治綱の元服を同時に行った。翌大英七年二月には、とうとう敵対連合軍の先兵へ、柳本賢治や三好元ながらに刑に侵攻され、桂川で迎撃したが敗れ、足利義春を擁したまま大見坂本に逃れた。こうして、高国政権は崩壊した。十月には、越前国の朝倉高陰に、 軍事支援を要請し、地位回復を目論む。これに応えた、高影の王子である、朝倉高史敵を総大将とする火星を得て、道へは上落を果たした。だが、翌大英8年3月には、越前軍の帰国により、5月に再び大見へ逃れた。最後の地となった広則寺その後、道へは、伊賀国の二期義弘やむ子で、 伊勢国氏の北畑春宮、越前の朝倉高景、出雲国の天骨ねひさらを頼って落ち延びていた。協力3年に、柳本賢治が、張馬国出陣中に暗殺されると、備前守護大、浦上村宗と連携して刑に進軍した。京都機関を果たすと、次は官僚の座を脅かす春本を倒すべく、堺井保府への出征を試みた。ところが協力四年三月十日には、 春元の重臣、三好元長からの反撃で帰戦を制されてしまい、摂津で足止めされ、こ着状態に陥った。やがて6月になって、新たに参戦した赤松正介の支援を得たかに見えたが、同月4日には、親道長場の重臣、浦上村宗を粛清する機会を狙っていた、正介の裏切りにあって、広告制は、総崩れとなり、 村胸やおだった重心を打ち取られた道英は、天ヶ崎に逃走した。しかし、元長たちの厳しい捜索により、荒野の亀の中に隠れているのを発見された道英は、6月8日の虎国頃に、天ヶ崎の広の寺で自害に追い込まれた。去年48、絵に美しい詩を作りし改ざんを、後の世までもめかれずや見むという自生の句を、北畑ファルに送っている。 高国の死後、陰賢は、堺久保がへえ属するも、春元の命で殺されたが、堺井久保派に内紛が勃発。続いて春元と一向一騎の対立に乗じて、高国派の残党に、弟の晴れ国が擁立され、石山本願寺と結んで春元についた、北桂一騎と丹波国で戦ったが、天文五年に廃止した。陰賢の子、宇治綱は、高国の後目と称して、 天文十一年に挙兵。春元の家臣、三好長慶と結んで春元を追い落とし、官僚に就任したが、長慶の苦靴で実権のないまま、A66 年に死去。高国慶は断絶、官僚も途絶した。ただし、未だに明は、新編日本支持点において作成した、室町幕府諸職表出自、官僚において、細川春元、 宇ジツの官僚任命を事実ではないとして、歴代官僚から外し、高国を室町幕府最後の官僚として掲げている。また、浜口聖子は、戦国期の官僚は、将軍の元服など、幕府の重要儀式の時だけ必要とされる臨時職になっており、高国の時代にはすでに、細川慶長屋の幕府内における権力と官僚の地位は分離していたとしている。 から賜った者、国は、安受の初代当主、細川三国より取ったも使用した一字である。土佐の豪族、大平氏はもともと、国の字を通字とする家系であるので、上記には含めない。ありがとうございます。